しただ、おか。音が。そんな、嘘だ。音は墓場さん埋めたはずだべ。来るな。どうした、お前らはあれほど俺のことを愛してただろうが。音は死んだのよ。とっととあの世に帰りやがれ、バケモンが。煉獄をさまよう魂たちよ、この世に未練を残す魂たちよ、汝らを忘れ生を謳歌する者に復讐する機会を与えましょう。怒る怒る、その怒りこそが汝らの新しき力の源となろう。封印を解かれてから一人でこそこそやっておると思うていたが、こんな真似をしておったのか。あおん、なんだ今の予感は。え、この森に何が起きようとしている。ゲラード様、後ろに。おお、エレインなのか。エレイン様だ。エレイン様、エレイン様が生き返った。奇跡だ。ゲラード、バンとたくさん話をしていたわね。みんなもバンを囲んですごく楽しそうにしてた。満風の激励。
カウンター俺から逃れる術はない。お前の選択だ。トリプルアタック。お前の選択だ。俺から逃れる術はない。お前の選択だ。愚か者め。トリプルアタック。
俺から逃れる術はない。トキすごいわ。バンは私のものなのに。それからあなたはバンを傷つけたわ。何のつもりだ、エレイン。そよ風ができる。
としないで。やっ、そよ風の激励。はあ、俺の選択だ。そよ風の激励。はあ、
切なものを壊さないで。満風の激励。ここへおいで、オセロ。
どうした、オスロ。え、呼ばれてる？一体誰に？ハレクイーン。ヘルブラム、オスロは誰に呼ばれたんだ？どうやらあの世とこの世を隔てる扉が開いてしまっているらしい。あの世って死者の国ってこと？ああ、何者かにより死者が聖者として蘇っているんだ。それも魂を汚された状態でね。え、この世、もしかしてオスロを呼んだのもその生き返った死者ってこと？そんな、まさか。Thank you.
上怒らせるなよ。時が来たようだな。トリプルアタック。これ以上怒らせるなよ。の選択だ。最終章。なんだか知らねえが、ずいぶん女に恨みを持ってたようだな。おい、平気か？ああ、お前こそ怪我。
エレイン。会いたかった、バン。外では何やら不穏な空気が渦巻いているようですね。クワバラクワバラ。何やってんだよ。いきなりその展開はおかしいだろうが。こいつは正真正銘のエレインだ。そうじゃなくて、その女はいきなりお前の喉元をかっ切ったんだぞ。気にすんな、俺は死なねえし、お前も怪我はないだろ。あなたは嫌い。やめろエレイン、あいつは俺たちの敵じゃねえ。ううん、敵よ。私からバーンを奪おうとしてるんだから。この何しやがる。死んで。やめろ。どうしてこの人をかばうの。俺の女はエレイン、お前だけだ。ならなぜこの人をかばうの。大切なものを壊さないで。
寒風の激励。約束しただろう。お前は永遠に俺のもんだ。これから二人で旅をしようぜ。な。ごめんなさい。私、こんな汚い部分、見せたくなかった。けど、自分じゃ抑えられなくて。俺は七つの大罪、フォックス審判だぜ。お前のどんな汚い部分だろうが、全部奪ってやるよ。バン。エレイン！エレイン！しっかりしろ！
せろ。何をイライラしてるの？こんなものでは、あの裏切り者にやられた傷は、メリオダスに受けた屈辱は言えぬわ。魔人族の裏切り者ね。その面、団長にやられたのか。俺はアンデッドバーン。何者もこの俺を殺すことはできねえのさ。七つの大罪とやらは、それからてめえらみてえなやつをぶっ潰すのが大好きな連中の。アンデッドだろうが、頭を潰せばしまいじゃよ。ん？へえ。それでも再生する人間なんぞ初めてじゃ。あれがやつの魔力か。魔力は本人が死亡した瞬間に消滅するもの。あれは彼自身に備わっている特性。彼はまだ何か隠し持っているはずよ。面白い。雑魚呼ばわりした儀礼の詫びじゃ。一撃だけわざと食らってやってもよいぞ。ん？どうじゃ、お主の魔力をわしに見せてくれんか。そういうお遊びはいつか身を滅ぼすわよ。アンディじゃて、そうでなくとも2対1じゃぞ。後悔すんぞ。真実の柄に二言はない。ハンターベース。
まっさに！全生物から力を奪い、その力を自分に上乗せするのが彼の魔力のようね。おそらく今の投球はあなた以上。どうした魔人ども、もっと俺を楽しませろ。ふざけよって。いざバン。団地はどんなパワーしてんだか。せっかくそのアホ面を左右対称にしてやろうと思ったのによ。もっと力を奪えばいいんじゃない。でもそうしないのはなぜかしら。戦士のプ答えはできない。多分あなた自身の許容量の問題ね。てめえは俺の一番嫌いなタイプの女だ。
くよ。何の話だ。誰しも心の中に信仰し信頼する大切なものを持っている。例えば神であったり恋人であったり。けれど人の心は弱い。些細な出来事一つで信仰を簡単に捨ててしまう。それは悪よ。私の前で不信を抱く者は何人だろうとその眼を焼かれる。あなたは合格よ。理不尽な恋人の怒りが自分に牙を向こうと一瞬の疑心も嫌悪も抱くことはなかった。とても純粋で美しい魂だわね。え、魂が死んだらどうなると思う？無よ。私がもらった！ごちそうさん！バンの魂を食っただと？嘘だよな、バン。お前が死ぬわけねえだろ。だってお前は、不死身の。敵は取ってやる。その心配はいらねえぜ。フォックスハット。
このままじゃ捕まっちまう。俺がおとりになる。ジバゴ、あん時の償いをさせてくれ。バカ言え、魂を食われたら息子にも会えなくなるんだぞ。お前も俺の大事な息子なんだ。セリオンだって分かってくれるさ。生きろよ、恋人のために、ダシのために。親父、バン、逃げて。ごちそうさん。そうか、おっさんが。何をしたの？わしらの心臓の一つを潰しおった。なぜ奴が生きておる？奴の魂は食ったはずなのに。慌てなくてもいいわ。分不相応な力を取り込んだ反動は相当なはずよ。ゆっくり追い詰めてあげればいいわ。予想通り現れたわね、ドレファス聖騎士長様。見ろよ、あの目と文様。どう見ても人間のものじゃねえ。俺たちを辺境任務に追いやった黒幕が二人とも化け物とはな。片割れのヘンドリクセンは七つの大罪に撃たれたって聞いたわ。七つの大罪ねえ、ロートル騎士団に負けるわけにはいかないよな。アーデン突っ走ってで、えいえい、デルドレーお姉さま、素直でよろしい。タイプじゃないけど。そんじゃ、蒼天の六連星の名において任務開始といきますか。旅のお方ですか？ええ、もう。でも、随分軽装なのね。
山賊にでも襲われたのかしら。失礼だが、どこかでお会いしたことが。お忘れですか。照れちゃって。案外うぶね、元二大聖騎士長ドレファス様。貴様はまさか。デンゼル様率いる蒼天の六連星の一人、デルドレ。デンゼル、奴が動き出したか。ならば。あら、いいの？デンゼル様が何を計画しているか聞かずに、あたいを殺しちゃって。魂を喰らえばわかることだ。安心して死ぬ！デルドレーに何ということ。この手が。私は何を言っている。疑問に思わないで。あたいの魅力に取りつかれた者は誰も逆らいやしないわ。ほんの行為は熱烈な愛情に変わる。そして盲信的な忠誠心に。それがあたいの魔力、ラブドライブ。この私にそんなくだらぬ魔力が通じるとでも。デルドレー、愛してる。もっと言って。愛してる、愛してる、愛してる。この状況を早く打破しなければ。抗え、今すぐこの女を殺されば。いった。念のためもう一段震度を上げておこうかしら。いった。何やつだ。姿を現せ。
若いからって見くびってもらっちゃ困るぜ。怪我はないか。ふざけんな。一本かすったじゃねえか。てめえ一瞬躊躇しやがっただろう。すまない、デルドレ。やっぱり震度が足りなかったか。何者かは知らんが、私のデルドレーを傷つけようとした罪は重いぞ。完璧。出てこぬというのなら町ごと消し去るまで。転換ハガカゼン。やるだけ無駄無駄。うん、何もったいつけてんのさ、アーデン。女の子をナンパしてたら遅れちまったんだよ。ガキが。ブスが。蒼天の6連星の小僧か。私に何をした。ベイン、俺の魔力がこもった武器に傷つけられると魔力の消耗が半端なくでかくなっちまうのさ。あんたの場合、現在の消費量は5倍だ。貴様ごときを殺すのに魔力がいると思うか。貴様もか。わあ、いいよ。ナイスタイミング。それではデルドレーさん、私との結婚を前提としたお付き合いの件、前向きに検討していただけるでしょうか。ほんのちょっとはね。ゼルドレーは誰にも渡さん。
コアのちぎりをせっ結婚前にとっとと戻ろうぜ。分かってるわよ。結婚しつこい。ところでへばってたまるかよ。お前らは俺が必ず守って。悪い、大丈夫か。ごめんなさい、あなたには本当にひどいことしてしまった。なんだよいきなり。なんだ。おい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 、やめな。あの化け物ども遊んでやがる。どうじゃ、当たったか。残念、外れ。ならば次は変化球じゃ。ナイス。
ちょっと。いただきまーす。食われる！トリプルアタック！お前ら二人連れてな。ダメ、逃げて。ふざけんな。お前らがそんな簡単に諦めちまったらよ、俺が諦めらんなくなっちまうだろうが。
ありがとう。そよ風の激励。ここに隠れよう。なのか。一体なんだ。いらっしゃい。ようこそ麗しき宝飾亭。おかしいわね。確かにここをロケーションしたのに。におう。うまそうな匂いがするぞ。ありがとうございます。人間を全滅。これよりブリタニアは魔人族によって支配されることとなろう。そしてわしらこそは偉大なる魔人族の姓。実戒。実戒。本当に存在したなんて。わかっとるんじゃぞ、天守。後ろの扉の奥に奴らが隠れておることぐらいな。だが、もはや三人とも虫の息のようじゃ、殺すはたやすい。何よりうまい酒を飲んで、わしは今非常に気分がいい。
そこでじゃ。おお。おお。ダラケン。ふうふう。ゲームですか？ヤキ、お主がこのゲームに勝てば、お主も後ろの3人も見逃してやろう。本当ですか？真実の柄に二言はなし。ルールはシンプル。1対1の殺し合い。先攻と後攻を決めたら互いに一撃を与えていき、先に死んだ方が負けじゃ。今日は特別じゃ。先行はお主にやろう。ちなみにゲームをお断りした場合は、今すぐ全員殺す。さあ決めろ。やるか死ぬか。やります。やった。ただしゲームをやると誓ったからには、放棄も逃亡も許されん。誓いを破れば真実の海軍の呪いで石化する。無論わしも同じ条件じゃ。ガラン、聞いてないわよ。あら、軽く肩を叩いたつもりじゃが。おはんにしたった。全然起きないわよ。死んでんじゃない？それにしてもさっきから少し暑いわね。なんとも惚れ惚れする美しい旋風じゃわい。重い。なんじゃ、この旋風は設計ミスじゃぞ。両手斧には束が短すぎる。当然です。これは片手斧なのだから。神父リッタ、太陽にめでられし乙女の名を冠した旋風。暗闇にうごめき生きる魔人ごときが触れていいものではないのですよ。しかしあなた方愚かでかつ運がない。わざわざ死ぬためにこんな偏僻な酒場にやってくるのだから。何よこいつ。てか誰、偉そうに。まさか天使か。さっきまでとは様子が明らかに違う。お主、人間ではないな。人間です。ただし全ての種族の頂点に立つものでもある。ん、私が七つの大罪、傲慢の罪、ライオン神エスカノール様だ。
邪魔をするな。の種族の頂点に立つ者とは大きく出たな。なんと傲岸不存の塊のような人間よ。それが傲慢の罪。ガランをたった一振りで。こんな人間3000年前には存在しなかったわ。けど調子には乗らないことね。ゲームはまだ続いているの。我ら最高位の魔人がこの程度で殺せる相手とは思うなよ。無論知ってますよ。そうでなくてはゲームが少しも盛り上がらない。わざと手を抜いたような言い草ね。つくづく傲慢で身の程を知らないおバカな人間ね。仮にその言葉が真実だとして、貴様は後悔するだろう。このガランを一撃目で葬らなかったこと。魔力を使う気。目が好きだ。離れておれ。って何をする気だ。止めてくれ。俺はメリオダスとの再戦のためのとっておきだったが、お主はこの場で消しておかねばとわしの本能が訴えかけてくるのだ。クリティカルオーバーはガランの武力を極限まで高める。シンプルにして強力無比の魔力に。この状態でのガラン投球4万。そんな これはどうだ。
中だ。これがあなたの本気ですか？バカな、バカな、バカな！ガラ、ここは一旦引くのよ。真実のガラに二個はな！そう、とことんやるよ！では、私の番ですね。残念。せっかく少し本気を見せてあげようと思ったのに。ガラン。ゲームオーバーです。誓いを破れば真実の海軍の呪いで石化する。海軍の主自身も同様に、反すれば抗う術なし。古の魔人もどうやら死の恐怖を禁じ得なかったらしい。ま、相手がこの私では仕方ありませんね。さて、あなたは特別に選ばせてあげましょう。逃亡か死か。ありがとう。うるさいクソジジイを始末してもらえてとっても助かったわ。そのお礼に。今すぐ殺してあげる。簡単な舞い。
頭の悪い子ね。フルカウンター、フルカウンター各チャンスを与えてやったというのに。いちいち発言が傲慢、永遠に黙りなさい。ごちそうさま。炎を、違う、そんなレベルじゃない。これは、これほどの力を出せ、お前の力を。サンシャイン、偉大なる我が魔力。うわマジかよ、あの化け物二人をたった一人で。バン、お前にはいろいろと要件がある。だがもう正午が近い。話の続きは夜になってからだ。それまでここで待て。これは命令だ。言われずともクタクタだっつうの。苦しくねえか、エレイン。私、今すごく幸せな気分。こうしてバンの腕の中に抱かれて、まるで夢みたい。だから、もしまた死んでも怖くないの。つまんねえこと言うな。バンの言う通りだぜ。なんとかなるって。魔人の女が言ってたろ。死者の未練を増幅させて生き返らせたとかなんとか。俺への怒りが消えたところで、どうせバンへの未練はタラタラなんだろう。つまりその、大丈夫じゃねえのか。チェリコ、大好き。紹介すんぜ。七つの大罪、傲慢の罪、ライオンシン、エスカノーレ。改めましてよろしく。日が昇ると大男になって、日が沈むとご覧の通り、最強から最弱に変わるぶっ飛んだ野郎だ。このおっさんがさっきの大男。七つの大罪、ライオンシン。生まれてきてすみます。で、会って早々要件ってのはなんだ。マーリンのことか。はい。いいえ、団長たちは今どこに。悪いな、リオネスで別れたきりだ。あの魔人どものことを考えると、おそらく団長たちも動いてるかもしれねえな。要件はそれでしまいか。それがこうしてめでたく七つの大罪に復帰できるのは嬉しいんですが、実はあさってまでにとある場所にお酒を納品する約束でして。バンさん、手伝ってもらえませんかね。めんどくせえな、なもんほっとけ。これは酒場のマスターとしての最後の仕事。約束は必ず守らなくてはなりません。真面目か。オスロ、
エレイ。とうとう現れたな。蒼天の六連星団長、デンゼル。確かに中身はドレファスとは別物のようだな。ここはゼルドンに作られた研究棟だ。貴様が我々を飛ばした辺境の土地といえばわかるか。聖戦を予言していた国王バルトラは、私が王国から遠ざけられた後も、その先で魔人族の研究をできるよう、ここを秘密裏に建てさせた。なるほど。それで私から何を聞き出したいんだ？バルトラの実弟であるお前が。どうでもよいわ。ドルイドの祈りで数年間清めた剣はよく聞くだろう。この体は貴様の同胞のものだぞ。よほどこの私に殺されたいらしい。私が今日証明したいのは、人間の手でも古の魔人を撃つことが可能であること。全ては大義のためだ。お前の中のドレファスも喜んで命を差し出そう。全ては大義のためだ。全員に通報。デッドマンリベンジ。デッドマンリベンジ。貴様の命運もここで終わりだ。デッドマンリベンジ。なんだこれは。お前たちは、ドンロア。そんな、まさか、貴様たちは私が殺したはず。お前の目に映ったのは誰だ。何人の死人が見えた。
その声援を受けた者は自ら殺めた者の亡霊に疲れ死ぬまで首を狙われ続ける。悪趣味な魔力だ。ならば貴様も死人の列に加えてやろう、ラカン。魔力とは音楽、強弱、速度、高低、それらを操る私の前に攻撃魔力などナンセンス。貴様はデスピアス。罪ですね。魔力とは音楽同様。全ては大義のためだ。貴様の命運もここで終わりだ。外にいる部下にしか解けぬ仕組みだ。なあ、そういやバイゼルで大喧嘩祭りがあるって話だけど、みんなで行こうぜ。なあ、デルドレ。はぁ、しょうがないわね。じゃあ見張り番が終わってからよ。なんなら今行ってこいよ。ドゲット、陛下への報告はもう済んだの？ああ、だからここは俺が引き受けてやるからよ。ほら、呪言の玉をよこしな。
パーフェクトキューブに亀裂が。合図はまだだぞ。ドゲット、なぜ勝手にアブソリュートキャンセルを。待て、様子がおかしい。この尋常ならざる魔力、ただの魔人ではあるまい。私の友人だ、紹介しよう。実戒不殺のグレイローグ。でもデンゼル様に直接断らなくてよかったんですかね。ドゲットが伝えてくれるわよ。おーい、お前ら研究棟の番はもう終わったのか。さて、仕切り直して2対2の勝負といくか。魔力とは音楽同様。全ては大義のためだ。ご褒美に私の歌が聞きたいって。
今回は見逃してやる。デンゼル様、なぜですか？奴らは私の魔力範囲内で魔力を封じられたも同然。撃つなら今しかありません。冷静になれデスピアス。奴らを殺す術はあれど捕らえる術がない。その実戒不殺と言ったな。仮に我々がドレファスを殺せば海軍の呪いを受けることは火を見るより明らかだ。切れるジジイは一味違うな。何より貴様はまだ何かを隠している。ん？じゃあな、デスピアス、貴様は我々の魔力を抑え込めば対等に戦えると本気で思い込んでいるのか？違いますか？次は皮を脱いで戦う。が出てくるんだ。それより後ろの化け物は何だよ。デンゼル様とデスピアスは。ドレファス、あたいの命令なしに勝手に行動。さっきの呪言の弾で発動したアブソリュートキャンセルで貴様のゲビタ魔力も解除されたらしい。
若いからって見くびってもらっちゃ困るぜ。とわのちぎりよ。結婚したい。そう、中のドレファスからの伝言だ。ああいうことは一番大事な相手とだけしろとな。最後にお前らに教えておいてやろう。我を真の実戒にあらず。正確には代理のようなものだ。本物の実戒は別に。そのお方は3000年前の大戦以前、実戒の一員として君臨していた。が、ある事情から実戒の前から姿を消し、行方知れずとなっていた。しかし、先日の王と決戦で生存を確認したのだ。その姿を目にしたとき、お首にも出さなかったが、正直内心小躍りしたものさ。あの方は自分が何者であるかも、我らのことも覚えてはいない。なぜなら、自らが海軍の呪いによって記憶と感情、その全てを失ってしまったためだ。何？よく聞け。その実戒の名こそ。無欲のゴーセル。巨人族の王様のみに受け継がれる舞踊だ。起きても平気なのか？もう平気だよ。でも本当に素敵な踊りだね。僕も戦いじゃなくて踊りだったら楽しく覚えられたのにな。ならばもう戦士は良い。ディアンヌ、お前は今日から踊り子になれ。ひどい。イエーイ、ヘタッピー。ここ様の方がずっと上手だよ。うるさいな。怒った。もう許してやれ。子供の言うことだ。でも驚いたな。
マトローナが生きていただけでも信じられなかったのに、まさか子供までいるなんて。ゾルとデラは彼の亡き妻の子供たちだ。今では我が子のように愛しいよ。変わったね、マトローナ。戦いに明け暮れてた昨日までとはまるで別人みたい。昨日ではない、16年前だ。うん、そっか。あの時マトローナはまだかろうじて生きていて、ザルパが助けてくれたんだよね。ああ、的確に私の傷の処置を施すと三日三晩根津の看病をしてくれた。へえ。だが、お、私が助かったのはディアンヌ、お前のおかげでもあるんだ。え、あの数日前、蛮族との戦いでお前が幾人かの蛮族を逃がしたことを覚えているか。うん。ザルパはその中にいたんだ。私が疎んでいたお前の甘さ、いや優しさがなければ私はこうして生きてザルパに出会うことも、再びお前に会うこともなかっただろう。ありがとう。伝説によると、この踊りを生み出した巨人族の始祖の舞は雄大かつ美しく、大地は喜びに打ち震え、見る者を圧倒したという。いいか、ディアンヌ、これは神聖な踊りだ。踊り子は踊りを通じて大地と交信するのだ。耳を澄まし、心を静め、大地を全身で感じろ。わかったな、ディアンヌ。さっぱりわかんない。何も聞こえない。なんか違う気がする。この嫌な気配、まさか。君たち、ビラ配りご苦労様っす。ん？ひーふーに。あら、一匹足りない。帰ってきたら死刑っすね。祭りは準備が肝心なんすよ。祭りですか。あなたは相変わらず人間のような真似をするので好きですね。歩き回ってカスみたいな魂を集めるよりもよっぽど効果的っすよ。欲深さにおいて人間にかなう種族はいないっすから。それにメリオダスも必ず来るっす。なんせあたしらとは古い友達じゃないっすか。これでおしまいだ。死ね。
ドトン。はこれでおしまいだ。再犯！極悪！大地の神のために。私が子供たちについてさえいればこんなことには。それは私も同じことだ。あのような化け物は見たことがない。何かよからぬ前兆やもしれん。ザルカ、子供らを頼む。マトローナ、どこへ行くつもりだ。バイゼルに行く。バイゼル、まさか昨日のおかしなビラ。優勝者の望みを何でも叶えるなんて、あんなのどう考えてもうさんくさいよ。ディアンヌの言う通りだ。そんな真似ができるのは神か、奇跡しかない。分かっている。だが今はその神か奇跡にすがるしか方法はないんだ。行くな、マトローナ。嫌な予感がする。お前は私の子供たちの大切な家族。行くな。私のような女にはもったいない言葉だ。ありがとう。マトローナ、待って。ディアンヌ、あの潜水を持っていけ。マトローナを頼む。二人とも必ずここへ帰ってこい。ビシビシ感じるっすよ。ここに向かって強い魂がわんさか集まってきてるっす。宣伝の効果バッチリっすね。我に力を与え、我が子らを守りたまえ。大地の神、巨人族が始祖ドロールよ。楽しみっすね、ドロールくん。さて、エスカノールの反応も消えちまったし、ちょっとやってみるか。本気ですか？それとも何か策が？うんにゃ、面白そうだから。よし、いざバイゼル大喧嘩祭りへ。失われし者を求めて我は行かん。お、ゴーセルさん、急にどうされました？心配いらねえよ。あいつはいつもどうかしてるから。失われし秘宝という本の一節だ。
面白いぞ。後で貸してやろう。はい。ではぜひ。わっは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 っ。蹴りをつける。エスタントヘルブレイズ。僕の好奇心は助けを求める人。
今からでも遅くない。引き返せディアンヌ。マトローナとゾルとベラのために行くのなら僕は君のために行くよ。言い出すと聞かないのは昔と変わらずか。まさかこうして兄さんに会えるとは思ってなかった。だから嬉しい。オイラこそ嬉しいよ。うん、ほっとしたら急にディアンヌが心配になりだした。うん、え、心を読んだの。兄さんだって昔はできたじゃない。やっぱり妖精界や妖精王の森を長い間離れていた影響なのかしら。いや、オイラは昔から苦手だった。妖精王なんて言っても未だ羽すら生えてない半人前だしね。それを言うなら私もだけど。エスカノール、あとどれくらいでこいつの届け先に着くんだ。もう少しですよ。Thank you.